カランセベシュは、ルーマニアの南西部、バナト地方のカラシュセベリン県に属する都市。ティミシュ川とザルク山地に源を発するセベシュ川との合流地点に位置し、西にはバナト丘陵が広がる。鉄道の要衝で、ュ車とは 40km ほど、オツェルロシュとは 21km、ハツェグとは 70km、ザルク山中のスキーリゾート、 ムンテレミクトは2 5トルほどの距離がある。純地中海気候の影響で比較的温暖。冬は0度からマイナス15度、夏は30度から38度の間で水位する。降水量も年間を通して多い。この地における人類居住の痕跡は、ダキア時代にまで遡り、同期の遺跡がここから7トル行ったオブレジャ村で見つかっている。ダキアが ローマの支配下に入ると、近くのジュパ村に、ティビスクムというカストラが築かれ、それが町に発展した。ティビスクムは、ダキアへのキリスト教布教の起点とされ、この地方の人々のローマ化に重要な役割を果たした。中世には、ハンガリー王国を経て、オスマン帝国の属国であるトランシルバニア公国に支配された。さらに戦争によって、 ハプスブルク君主国に支配国が移った。鉄道が開通するとカランセベシュの重要性は着実に高まっていき、19世紀後半にはハンガリー帝国の国会にラヨシマ・マチャーリというハンガリー人を送り込んだ。彼は帝国に暮らすすべての人種に文化的、政治的な権利を付与することを訴えたリベラルな政治家であった。1918年の トランシルバニアのルーマニア併合で大ルーマニアとなり、共産主義体制が没効した1947年に空港と空軍基地が設けられた。しかし、市内の空港は1989年のルーマニア革命までとうとう運用されることはなかった。2000年時点の人口は3901人で減少傾向にある。民族別では、ルーマニア人が主で、ウクライナ人。 ドイツ人、ハンガリー人もいる。ありがとうございます。